個人的には福祉や教育というのは非常に重要だと思ってこの16年間大切にしてきたつもりであります。子ども子育て支援についてこれまでどのようなことに重点的に取り組んでこられたのか自己紹介も兼ねてお話をいただければと思います。それではよろしくお願いいたします。ティーンエイジャーのための親になる備え教育というものをやっておりまして年10校近くですねいつも伺わせていただいております。また東日本大震災被災地の助産師の候補支援やそんなことも行っておりました。